中の週刊現代に紀子様のことが書いてましたね。はい、吉田公所ぐらいになってね、紀子様包囲もっていう記事ですけども、うん、紀子様がひっそりとまあ孤立で、まあ、あの宮内庁の人事堂に関してもどうやらこの紀子様抜きで考えてみたいですね。あの人事堂っていうのは吉田公職大名のことですか。そうですね、うん、まずこの3月10日の東京大空襲の犠牲者を追悼する、まあ、春季慰霊大法要があったわけですけども、はい、まあ、ここでね、秋篠宮ご夫妻が会場に入場するときにハプニングっていうことで、うん、秋篠様はね、まあ、この3メートル後ろ歩道を紀子様がついていってましたけども、まあ、秋篠様はね、相変わらずこの早歩きだから待たずに行ってね、まあ、その席に着いてから秋篠様だけね、すぐにまあお辞儀って感じでしてましたけども、この早歩きってやっぱ何なんですかね。この仲悪いから置いていってるだけなんですかね。なんか無意識にやってるんですかね。いや、まあ仲悪いのもあるでしょうね。ああ、やっぱそうなんですかね、うん、置いていってるっていう。そうですね、うん、でまあ結構様もなんか追いつかんとって感じで行ったらね、カーペットのところにも足がね、まあ、引っかかったって感じで、まあ、このヒールの部分がね引っかかってましたけども、うん、うん、でまあその慌ててねついてからまあお辞儀して座るって感じで、なるほど、まあ、追いついてない感じでしたね。うん、まああんまり追悼式の時にねない方がいいハプニングではありますよね、引っかかるとかも。そうですね、うん、まあ、別にこのぐらいはね、まあ、誰でもあることなんでいいんですけども、はいはい、秋篠様もねこれ相変わらずこの紀子様のことは全くね、まあ、考えてないって感じで、うん、仲の悪さがね、まあ、分かりますけども、ね、紀子様に関してはまあ参拝の時もねロボ歩行だったしまあこのベトナムではこの本来この登っていけない階段も登ってましたけども、うん、あの登ってる時もなんか足が悪いのかね、左足だけなんか押さえながらまあ登ってる感じだったしね、はいはい、年齢的には減少なのか体調不良とかも関わってるのか、うん、まあ、体調不良はね嘘にしてもまあ健康面での問題とかはなんかありそうな感じがしましたけどね。まあね、ちょっとこの前テレビで通販番組やってて、はいはい、森永の美味しいコラーゲンドリンクっていう商品をなんか紹介してたんですけど、はいはい、50代とか60代くらいからこう膝関節の痛みとか、まあ、骨が弱くなる人が多いから、はいはい、なんかそれにコラーゲンペプチドっていう成分が良くて、なんかその成分がこのドリンクには1万ミリぐらいも入ってるので、これ飲んでおけば60代でも大丈夫みたいなそんなやってたんですけど、はいはい、まあまあちょうど年代的にはそう膝とかが痛くなってくるような年代なんですかね、紀子さんも。まあその辺がね、当然まあそれがそれですぐに治るんやったらね飲んでるんでしょうけども、まあね、あ、なかなかね、うん、まあ、なかなかこの体調不良をね雇用されましたけども、いまだにこの回復っていう報道がまあないっていうことで、うん、ただまあ医師からはね、まあ、この胃腸の機能的な不調で簡単に言うとまあ食べ過ぎとかそんな感じで胸焼けとかね、まあ、そういう感じでまあ機能障害っていう感じでね、はいはいはい、うん、だからまあ一両日中外出控えてってことで公表したわけですね。まあひどいものではないよってことですよね。まあまあ長くても2、3日かなって程度でね、うん、ただまあその医師からそういう形言ったんだけども、まだこのそこからね治ったっていう報道がないわけですね。そうですね、まあ、そもそもまあ久様に関してもねインフルエンザは公表しましたけども、そこはまあ治ったっていう報道もないですからねだからまあ病気になった時だけ心配してもらうためにちょっとお知らせしとくみたいな感じで、治ったかどうかはもうどうでもいいでしょみたいな治ったことはね公表しないというかね、はい、だから病気になった時だけまあ私的なことなんで公表とか、まあ私的なことをね基本的に公表しないんだけども、うん、病気になった時だけ公表して、治った時にはね公表しないというスタンスで、ね、あ、よくわかんないですけどね、もう大丈夫ですか言ったらいいのにね。そうですね、うん、まあ、秋田県は、まあ、いつもね炎上してるんで、まあ、そういった意味では、まあ、紀子様も、まあ、ストレスはね、まあ、あるんでしょうけども、はい、まあ、最近では愛子様の活躍とかもねあるんで、日本赤十字社の就職とかね、はいはい、まあ、参拝とか称賛されていて、うん、まあ、この天皇皇后陛下もね被災地に弾丸スケジュールで、まあ、被災地のことを考えてね称賛されてるわけですね、まあ、弁当も持参してね行ってて、まあ、本当に迷惑かけないようにね配慮してますよね。そうですね、うん、まあ、逆にこの秋田県はね、まあ、炎上してばっかりで、まあ、焦ってるのかなってことですけども、はい、そして紀子様はそれだけじゃなくてね、宮内庁からも紀子様包囲網と呼べる体制がまあ組まれたみたいですね四面楚歌みたいな状態なんですね。そうですね、まあ、紀子様はこれまでこの公務とかでのね服装とかも会見とかでの発言とかも、そういうことに関しても自分でねチェックしてたんですけども、はい、でまあそのご意向にそぐわない場合にはまあ、厳しい言葉で職員を叱責ということでね言ってましたけども、なんか厳しい言葉でこう罵るじゃないけど注意するだけで、なんかこううまいこと人徳がねあるような感じで多分接してないんでしょうね。もう職員にはややこしいおばさんくらいしか思われてないというか。そうですね、それがまあ正しいことだったらね、まあ、聞いてくれるんでしょうけども、うん、まあ、理不尽というかそういうことがね多いんでしょうけども。そうなんでしょうね。まあ、宮内庁に関してはむしろね紀子様が前面に出てることが炎上の原因だってことで、人気回復には紀子様が邪魔だってことがあったんでしょうね。まあ、出しゃばるなと。そうですね。うん。まあ、で、まあ、現在はね、まあ、紀子様に物おじせずに意見が言える人が、まあ、廃止ってことですね。はいはい。まあ、それが、まあ、吉田公職大夫なんでしょうけども、うん、まあ、今年の2月に公職大夫に、まあ、就任っていうことで、元警視総監で、
工藤会壊滅作戦とかもね指揮したりとかしてバリバリのね武道派ですね。なんか警察庁のね OB も気さくで人情家ですけど、まあ一方で仕事の鬼でもありますよみたいな。そうですね。でなんかね仕事の進め方とにかく手堅くて余計な情報を漏らしたりすることは絶対ないよと。そうですね。工藤会と対峙した時にね自身や家族の命の危険もある中顔色一つ変えず職務を全うする姿に部下たちは尊敬の念を抱いていましたみたいなことで、まあ慕われてる人でもあるんでしょうね。まあそうですね。うん。まあこれまでのね価値公職大臣に関しては結構様のまあ言いないって感じで、まあ、イエスマンでしょうね。はいはい。今その公私担当記者の間とかでも子供のね使いちゃうんかって感じで言われたわけですね。もうガキの使いやらへんでと。まあそうですね。うん。まずまあその宮内庁としてもね何とかしなければってことで吉田公職大臣が就任したわけですね。はい。まあこの吉田公職大臣に関してもねこのままこの民間のお役員とかを務めてたらもっとね給料とかもあったんだけども、うん、まあそれを断ってでもね来たというか、まあ、西村宮内庁長官に口説かれて定職を背負う覚悟を決めたって感じでね、まあ、来たんでしょうね。お金よりやりがいを取ったみたいなことなんですかね。まあそうでしょうね、うん、まあ頼まれて、まあ、社内買った感じで引き受けたんでしょうけども、まあ、それまあ裏付けるようにね4月1日に宮内庁内での報道のねエキスパートと呼ばれている人物も、まあ、秋島県にね送り込まれたわけですね。はいはい。まあ、宮内庁のプロパーが、まあ、公職休務官になるってことはかなりね異例で、うん、宮内庁総務課報道専門官の工藤氏を、まあ、起用したのはね、まあ、紀子様の意向ではなかったわけですね。まあ、紀子様は入ってないですねその人事に。そうですね。うん。だからまあその今後はねこの吉田公職大臣と工藤氏が主導して、まあ、会見とか報道を、まあ、していくんでしょうね。はいはい。まあ、吉田公職大臣としてもね、まあ、警備とかそういった面ではまあプロなんだけども報道のことはねよく分からないから、まあ、どうしようってことで、まあ、側近にまあその、まあ、報道官だったね言うとその辺でまあプロの人を呼んだというかね、まあ、側近したんでしょうね。うん。まあ得意不得意はありますからねそれは。そうで、まあ、変にね外部から来られても困るしって感じで、うん、まあ、内部のプロパーを取ったんかもしれませんね。そういうことですね。まあ、ただこのような、ね、人事に関してはこれまで発表することは難しいというかね、うん、これまでこの紀子様にお伺い立てなければ、まあ、無理というかね、あ、まあ、紀子様が OK しないとって感じだね。お、でも紀子様にそこまでの決定権がやっぱあったんですね力が。そうですね。ほうほう。まああったというか、まあ、秋島さんはねあまりこの関わってこなかったというかね、あ、どうでもいいかって感じでやってたんだけれども、まあそれがまあその紀子様に内緒でね宮内庁が秋島さんをね、まあ、承諾得てからやったということですね。仲悪いから秋篠宮様に伝えたら必然的に紀子様に伝わるってわけではもうないんですね。もう別々なんですね完全に。まあ完全にまあ伝わんないですよね二人はね。なんか話すこともないでしょうから。うん。まあ、この決定プロセスからまあ紀子様ねまあ外したってことで、はい、まあ、これも秋篠様がね紀子様にまあ口を、ね、挟ましたくないっていうよりも、うん、まあ、久様のために体調を崩してまあ、してまたね紀子様は重ばかったんちゃうかって感じで書いてますけども、え、あ、まあ、これもね、まあ、紀子様の体調を心配してるとは思えないですからね。まあね、まあ、秋篠様だったらその紀子様の体調不良はね嘘なのも分かってるでしょうからね。ああ、もうそこは仮病みたいなもんなんですかね。あ、まあそれは分かってるでしょうからね。はいはい。うん。まあでも東大コースが崩れそうってい う, こう心配とかストレスで、まあ、ちょっとお腹がキリキリしたみたいなことなんですかね。まあその辺のストレスはねあるんでしょうけども、うん、ただまあ実際にこの秋篠様とね吉田公職大臣とまあ、連携しているところがね伺えるということで、はいはい、まあ、そんでいくこととして3月末に吉田公職大臣がね会見で、まあ、久志さんは自然史を学べる大学を目指していると語ったわけですね。あ、まあ突然言いましたもんね。そうね、うん、でまあその直後にね、まあ、4月6日の秋田さんと久志さんがね2人きりで玉川大学を視察したわけですね。はいはい。まあ、久志さんの進学先に関してはこれまでこの紀子様がずっとまあ関わってきたというかね、うん、でまあ、その東大へってことで動いてきたわけですけども。そうですね。ただまあ大学視察がね分かったら一緒に行くんでしょうけども、うん、行かなかったわけですね。ああですね。まあ、なんなん他のにねいつも出席してる公務があってもそれを断ってでもね一緒に行くでしょうからね。まあ紀子様がそばにおったらなんかねこの大学には行かせないようにここはこんなところが良くないとかマイナスな面をなんかいろいろ吹き込んできそうですけどね、うん、東大に。そうですね。東大に行けるようにね。ただまあそれは外されてしまったというかね。はいはい。休んだというか、なんかまあどうしても休みない日に行くというかね、うん、まあ、秋田さんとまあ久志様が玉川大学に行ったのが実はその日に紀子様がね証券交代後110年祭のまあ記念国際シンポジウムに出席したわけですね。お、はいはい。まあ、このシンポジウムはこの日だけってことで、うん、あ、だ本来まあめちゃめちゃね欠席して玉川大学に、ね、行きたかったんでしょうけども、お、ただこの件に関しては、まあ、美智子様が支援したプロジェクトということで休むことが、ね、できないわけですね。まあ、美智子様に媚び言っておかないといけないみたいなことなんですね。まあ、そのためにまあだいぶ前からね予約してたというか、はいはい、まあ、この辺絶対行きますねってことでやってたんでね、うん、まあ、それまあ欠席してまでそっち行くんやったら美智子様から嫌われますからね。確かに、うん、まあ、その辺で玉川大学の、ね、視察に関しては、まあ、簡単に日程はずらしたんだけども、はい、まあ、清子様がね一緒に行けない日にわざとまあ選んだというか、あ、まあ、2人で行ったわけですね。
これはまあ周りもみんななんかそれを分かって狙ってのけものにしたみたいなことなんですかね、やっぱり。まあ狙ったんですよね。うん。まあ菊花様の希望通りに東京大学に入学したらまたね裏口入学ってことで言われるのが分かってるしね。うん。でまあその2人が玉川大学を視察したのは東大にね断る必要ないよってことで、はい、まあそれをまあ秋田様から菊花様にメッセージをしたんちゃうかとかね、まあ、これ書いてますけども。まあでも本来直接言えばいいだけですけどね、秋田様が菊花様に。まあそうですね。別に合ってるんですしね、公務もちょこちょこ一緒にやってますからね。まあなかなかこの辺がねスケジュール見てみるとバレたくないスケジュールに関しては事前にね似てる欄には、まあ、記載しないというか、まあ、普通はこの視察とかは事前にね、まあ、この説明とか公務とかがありますけども、はい、割りたくない公務に関しては、まあ、説明があっても似てる欄に、ね、書かないわけですね。あ、そういうこと。おそらく、まあ、玉川大学とかね佳子様の福岡に工芸展視察とかそういうことに関しても事前に、ね、説明とかはあったはずですけども、確かに。ただそれはまあ書いてないって感じで、うん、地方でもねオンラインとかでの公務の説明とかできますからね。はいはい。まあ、そういうのあったんでしょうけども、まあ、記載しないということで、うん、バレたくないからそういった公務とかが日程では公表しなかったのか、あ、いろいろとねあるんでしょうけども。なるほど。まあ、玉川大学のね事前にこのオンラインとかで説明とかができるけどもしなかったって感じでね。そういうことですね。まあ、ただこの事前に説明があったの分であると、今年の初めにね1月10日にビオトープコンクールの説明ってことで、うん、まあ、これはまあ秋田様とね久様の2人だけで説明があったんですけども、はい、この辺がまあおそらくまあその価値公職大部が辞めることがまあ決まったんで、まあ、そこからも動き出したのかね。ああ、早めに。まあ、次がまあ吉田公職大部ってことは、まあ、この時点では決まってるでしょうからね。はいはい。まあ、2月からなんだけどもこの時点ではまあ内定がね決まってるでしょうから、うん、まあ、そういう形でもこの頃からね仕掛けたんかもしれませんね。まあ、そこからも動いてたんですね吉田公職大部が。吉田公職大部はもうこの頃はもう宮内庁御用係としていたんだね。うん。で、まあ、そこで、まあ、交代も決まってたんで、今のうちね、動いておこうってことで。はい。で、まあ、その手を打って、ビオトープコンクールから、まあ、スタートって感じで、夫妻だけでね、いたんかもよくわかんないですけどね。なるほど。宮内庁内での孤立を肌で感じて、焦りがあるからね、まあ、菊花様は体調不良なのかってことで、うん、なんですけど、まあ、そこは、まあ、回復にね、時間がかかってるともね、言われてますけども。はいはい。ただ、これに関しては、まあ、治ってるんでしょうけどもね、報道しないだけで。うん。まあ、久々もね、インフルとかも回復の報道がないですからね。まあね、でも、菊花様はもう去年の年末から一応の調子悪いって言ってますから、もうこんな、今治ってなかったらもう大きな病気ですけどね。まあ、年末言っても年始にね、5日連続仕事してますからね。ああ、してましたね。で、6日目にね、まあ、その発表って感じなんで、まあ、どうかなって感じなんですけど。体調不良をして頑張ってたみたいなことをしたかったのかよくわからないですけど、タイミングが悪すぎましたね、あの震災の時あったんで。悪いですね。うん。まあ、そしてまあそのほんのね菊花様に追い打ちかけるように、まあ、皇室制度改革の議論が進められてますけども、はい、まあ、注目されているのがね女性宮家の創設ですね、うん、立憲民主党の馬場議員は女性宮家創設を強くね主張ということで、はい、でも今の皇族の状況を見たら女性宮家をね創設しなければ将来皇室が途絶えてしまうのが分かりきているわけですね。もう近いうちにね。まあ、この女性宮家っていうよりもね、まあ、皇室典範で直系上司に改正しないと途絶えてしまうことがね分かってるんですけどね。はい。まあ、少なくともこのゴールデンウィーク明けにはこの各党が議論を始めるわけですけども、うん、まあ、即死がいたからね成立したのが男系継承で、まあ、過去に女性天皇もいたわけだからどこまで議論でできるかって感じでなってますけども、どうするかですね。その辺って側室がいたとか、まあ、女性天皇がとかっていうところは議論にするのはタブーだったりするんですか、その口に出すのが。ここって、まあ、今の段階でしたね国会議員からしたら、まあ、支持者がね、まあ、宗教の人たちなんで、まあ、宗教に反対するようなことは言えないからね、まあ、そういう形でタブーってことですね。ややこしいですけどねそれは。まあ、この当たり前の議論がこの発展したら愛子天皇待望論が出てくるんでしょうけども、なかなかそれがね、まあ、どうかって感じで、はい、だからまあそれに関してはね菊花様に関しても、まあ、政府の動きに注目はしてるんでしょうけどね。そうですね。まあ、それでまあ久様のね、まあ、進学で、まあ、心配の種として、まあ、小室さんの動向とかもあるということね。はいはい。あ、実はこの小室圭が勤務しているハンドラーの売り上げが、まあ、前年比で大幅に減少したみたいですね。あ、そうなんですか。まあ、結構前その優秀な、ね、弁護士の引き抜き合戦が加熱してね、うん、給与も高騰して経営が圧迫って感じだね。あ、でもそら小室系で4000万とかね言われてますから、まあ、ほんまかどうかわからんにしても、うん、まあ、それでまあその給料上げたらね圧迫するのは当然ですけども、そらね、ただまあ引き抜き合戦だったらね売上じゃなくて利益がね減少だと思いますけどね。ああ、はいはい、なるほど。ただまあその売上が前年比で大幅に減少って書いてるってことは、うん、かなりねサンドラがやばい状況ってことが分かるというか、給料も上げまくっててね、で売上が下がりまくっててね、はいはい、めちゃこのピンチというか最悪の状況ですよね。これやっぱ一回給料上げたら下げれないっていうか、まあ、下げにくいっていうか、いや下げないっていうのもクビにできますからね簡単に、アメリカの場合は。ああ、まあそうか、日本みたいになんかそんなね終身、まあ、雇用とかそんなんちゃうし。ああ、そうか、またどんどんクビにできるんですもんね。
そうですね。うん。じゃあまあほんま破綻しそうかもって感じですね。まあそうですね。まあこれもまあ全部ね小室圭のせいかなって感じで、小室圭がこの勤めてたね奥の総合事務所もランク下がってたし、お小室圭に関してはね元皇族の眞子さんの夫っていう肩書きで日本企業との契約を取ってくることが期待されてるけどもね、はい、まあ、日本企業の仕事を取ってきたら、まあ、すぐにね報道されるでしょうし、まあ、そういった報道もないしね、まあ、何でも記事にねすぐなるから、確かにこういう仕事取ってきたよっていうのも記事になりそうですもんね漏れて、うん、まあ、ただまあ電話がね当たってこの記事になりましたけどね、あ、まあ、小室圭から電話あったって感じで営業の、ね、断ったよって感じでね、うん、まあ、断りの電話はあったんだけども、うん、そういった内容ぐらいしかね漏れてこないしね、でもそんなんも営業を受けたところが、まあ、漏らしてるってことですよね、そのまあそうですね普通そんなけね、うん、断ったよとか個人の言うのもなんかどうなんかなって感じはありますけど、いやわざわざなんかそのサンドラが連れてきたって感じね、上司がね、ああはいはい、はい、まあ、小室家連れてきましたって感じで、まあ、そんな感じなんでやっぱまあ目立つからね、うん、あんだけ顔でかかったらね何やって感じでびっくりしてね、うん、でもなんか一ねその企業から来た、まあ、個人の人のなんか営業がどんなんやったとか、そんなん普通あんまりね漏らさないもんなんちゃうんすか、なんか、まあまあ普通は漏らさないんでしょうけどね、ただまあ小室家やからねそういう形でね、あるんでしょうけども、何でもありみたいな、うん、そうですね今のところまあ目に見える実績とかは全くね上げてないということで、うん、まあ、そのトランプ大統領が再選したら、まあ、小室家もっとね、まあ、ピンチかなってことで、なっててね、なんか先日麻生太郎さんもなんか会談してましたねトランプさんと、なってましたね、まあ、なんかなりそうだから一応まあ合わせにいたのかなって感じだね。ああそういうこと。あ、まあ、なっちゃうと、まあ、日本製鉄 US シールの賠償に関しても猛烈に反対したよし、うん、一応ここでまあ仕事を取ってきたら小室家もまあ入るんちゃうかみたいな感じでね、あ、そういう記事もありましたけども、うん、まあ、それがどうか分かんないけどもどうなるかですね。まあそうですね、こんなところに小室圭が絡んでくるとかね、まあサンドラも多分絡まないと思いますけども、うん、一応まあサンドラの担当者がね、まあ、結構製鉄系とかに強い人みたいなんで、ああなるほど、まあちょっとね、まあ、噛んでくるかも分かんないからね、はい、まあ、そうなったらまあ小室圭のおかげみたいな感じでしたんでしょうけども無理やりや、まあ、そうなるとまあトランプさんはね結構まあ外国に厳しいから、まあ、中国ロシアだけじゃなくて外国企業がね対象だから、うん、まあ、日本企業の買収に関しても厳しく、ね、なるでしょうし、お、そうなると小室圭に関してはますます役に、ね、立たないかもわからないですね、まあ、用なしになりますね。そうですね、まあ、ここで、まあ、眞子さんの夫を、まあ、無職にするわけにいかずにね、まあ、何らかの形で援助かって感じで報じてますけども、あ、それでまあそうなったらね再びバッシングって感じで間違いないだろうとかね、はいはい、なってますけども、まあ、ここでまた無職になったらまあちょっと何らかんな記事に なりますわねまあでもなんか内容聞いてるとね売り上げも下がって、うん、まあ報酬も上げてって感じになると、はい、雇ってる意味がないからね、そらね、まあ雇ってて仕事取ってこないんだったら意味ないしって感じで、こっから無職になって眞子さんも無職なわけですから、まあそうですね、また結局なんかね夫婦どっちも無職でなんだかんだでまあ気になるでしょうね、そうですねまあこれがねどうなるかですね、そうですね、ちょっと注目ですね、今後ねどうなっていくのか、よかったらコメントもらえて嬉しいですね、ぜひコメントください、あとチャンネル登録もらえたら登録の方お願いします、よろしくお願いします。